とうございます、はい、そ今週の初めに私喉を痛めてしまった、はい、多分子供の風邪がうつってなんですけど、はいはいはい、またちょっと気境糖のお世話になって、ね、飲み続けて、はいはい、あれいいでしょ。やっぱりいいです、うん、で今回はただ、はい、ちょっとそれだけでは、はい、収まりきらない、はい、今回ちょっとひどめかなと思ったんですけど、はいはい、でなのでトランサミン、トランサミンを一緒に併用して、はい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 、もうあとはもう私スプレーとトローチとか、はい、もういろんな、はい、大根蜂蜜とか、はいはいはい、もうあらゆるもので、ね、そんだけしたらね、はい、何が効いてるかわかんないですけど、でも結果から言ったらいいんじゃないですか。いいですか、まあ、とりあえずちゃんと喋れるっていう、やっぱりアナウンサーはほら声が命だから、でも2日ぐらいで痛みは、はい、収まって、はい、おかげさまで、はいはい、朝も今日聞きようと思うんで、はい、もうでもトランサミンは1日とか、はいはい、1日半ぐらいにしといて、はいはいはい、なんとなくやっぱりこう聞きようとで直したいなと、はい、自然薬でね、やっぱり自然漢方でね、はいはい、そうで今はもう痛みはないんですけど、はいはい、やっぱちょっと変ですよね、まだ。いや、でも全然分かんないですよ、出してて苦しいので。あ、そうですか。平常な感じではないですけど、はいはい、やっぱもう気境糖は、はいはい、もう常備してないともう不安で、はい、もう本当にね、気境糖でしょ。あと喉使う方は、新宿なんかでもそうですけど、強制破滴眼っていう、強制破滴眼っていう、強制破滴眼、はい、まだ終わられなさそう、はい、響くにね、はい、あ、声響く、今日声、声、はい、破滴っていうのは破れる、笛、強制破滴眼、これがね、いい結構そういう形で、新宿なんか歌手の方来られたり、あと声優の方来られたりなんかする時々あるんですけど、それは痛めた時、そうです、痛めた時に、痛めた時に、それでね、ネットなんかでもね、強制破滴眼のことがあれなんで、やっぱりそういうのこう声を使われる方なんかはやっぱり調べられて、うん、併用するんですか、気境糖とどっちかな。いや、新宿で来られる方はどちらかですよね、うん、まあ気境糖、強制破滴眼、あと強制破滴眼、まあ、漢字を聞くとちょっと思い、ね、イメージできるでしょ、はい、眼は丸ですか。まあ、丸ですね、強制破滴眼、気境糖は割と美味しいですよ、うん、ね、はい、飲みやすい、でも粒が大きいから、はいはい、この辺にいろんなところに散らばっちゃってはい、はい、なっちゃう、はい、そうですね、まあまあ、すいません、はい、入ります、はい、はい、お願いしました。今日最初にお届けしたのは安室奈美恵でラブストーリーでした。の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局尾身秀幸先生にお越しいただいています。尾身先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。今日もかなり冷え込んでますね。そうですね、はい、朝はなんかみぞれ混じりのね。そうですよね、はい、あ、雪が降ってきたかってちょっと焦りましたけれども、ね、本当に焦りました、ね、はい、なんかでも夕方からまた降るかもしれませんので、はい、あ、そうですか、はい、先生も、ね、はい、気をつけて、はい、はい、ください。はい、了解しました。今日はですね、はい、自律神経失調症についてのお話ですね、はいはい、この時期やはりこういった患者さん多いんでしょうか。ですね、まあ、この時期っていうのはどちらかというと、まあ、インフルエンザの方の、はい、まあ、話題の方が、まあ、タイムリーな情報だと思うんですけど、やっぱり今年やっぱりその寒暖の差っていうんでしょうか、うん、
やっぱりあのお店の方にも、はい、やはりあの自律神経でお悩みの方がこの時期ですね、やっぱり多いですよね。はい、やはりね、ここ最近もちょっとこう、寒さが和らいだかなって思う日もあったり、今日みたいにもう4度までしか気温が上がらないっていう、こうね、はい、気温が上がったり下がったりですもんね。はい、そうですね。はい、さあ、その自律神経失調症、主な自覚症状というのはどういったものがありますか？はい、まずあの自律神経失調症の主な症状としましてはですね、やっぱりイライラ不安感、でめまいふらつき、あと動悸ですよね、あと胃腸障害、体のだるさで気分が落ち込む、まあ、うつ的な症状、はい、で急な発汗を訴えられる方もいらっしゃいますし、あと耳鳴りですよね、はい、もうキーンとかですね、ジージーというなんかセミの鳴くような音なんて言われる方いらっしゃるんですが、こういうふうな耳鳴り、あと手足の先ですね、これがしびれるというようなことを訴えられる方もいらっしゃるんですね。はい、いろんな症状がありますね。はい、さあ、今日は症例お二方お願いします。はい、まずお一方目はどういった症例ですか？はい、ですね、まずあの頭痛およびまあ頭痛感、これがまあ、辛い症状だということで来られた方なんですが、はい、でこの方のまあ細かい自覚症状をお話しますとですね、まずあのストレスがかかるとですね、頭全体が痛くなるというんですね。うん、それであの締め付けられるようなこう痛みなんだと、はい、この締め付けられるというのはこの方は特徴的だと思うんですが、であとズキンズキンとこう脈を打つような感じ、で常にこう頭が重くて、で眠りも浅いと、で場合によってはこう吐き気がしてですね、吐いてしまうこともあると。はいはい、で頭痛の時にですね、目がこうチカチカして見えづらいことがあるんですと。はい、であと血圧が少し高めで、で以前もですね、この、まあ、以前といいますか約10年前っていうんですね、この方、はい、自律神経失調症という病名で通院していましたと。はい、まあ、こういうようなことを相談時におっしゃられた方の症例なんですね。はい、で、こちらの方ですね、服用していただいたお薬というのが超糖酸というお薬と半夏厚朴湯というお薬をまあ併用していただいたんです。はい、でこの方のまあ経過状況なんですけども、まだあの服用しまして1ヶ月経った時点ではですね、あの肩こりが少し楽になっただけだと、はい、まあ、肩こりが楽になっただけで、2ヶ月経過した時点ではですね、まあ、先日ひどい頭痛があったんですけども、吐き気はなかったと、で喉の詰まり感もですね、少し良くなってきたということがこの2ヶ月目のコメントでいただいたんですね。で4ヶ月経過した時点では、頭のですね、締め付けられる感じですね、これがですね、まあ、減ってきまして、まあ、頭痛も減ってきたと。で目の方も最近、まあ、疲れなくなってきましたと。はい、で、7ヶ月経過した時点ではですね、頭痛時にその目がチカチカしなくなってきたと。はい、で血圧もですね、多少下がってきていると。はい、で9ヶ月経った時点ではですね、まあ、以前のようなこのズキンズキンこう脈を打つようなその頭痛、これはなくなってきましたということと、あと吐き気、喉の詰まりも気にならなくなってきましたと。で11ヶ月経った時点ではですね、まあ、最近では体全体が調子いいということで、まあ、現在進行形の方の症例なんですね。はい、でも自律神経失調症って怖いですよね。これほどまでにこの頭痛や、ね、はい、頭の症状が出てくるっていうことがちょっと驚きですね。そうですね。はい、はい、でも11ヶ月後には、ね、全体が調子良くなったということですね。はい、はい、ではお二方目お願いいたします。はい、次の方はですね、あのめまいなんですね、主な症状が。で病院の方ではこう自律神経失調症とこう言われたという方の症例なんです。でこの方のまあ細かい自覚症状なんですが、まあ、めまいはめまいでもこう横に揺れるようなそのめまい、であとその回転するようなめまい、これがまあ、まあ、時々あるというんですね。でこの方もあの吐き気することがあるということと、あと頭が重く体もだるい、はい、やる気が出ない、で、左耳がですね、耳鳴りするというんですね。まあ、セミが鳴いているような音なんですと。であと、感動の数値がですね、少し感動の指標の数値が少し高めだということと、あと病院の方からめまいの薬をいただいてますという方の症例なんです。はい、でこちらの方にはですね、涼経術漢湯というお薬、これをまあ服用していただいたんですね。で経過状況なんですが、
まず1ヶ月経った時点での、コメントがですね全く変化がないと、はいはい、で2ヶ月経過した時点ではですね肩こりは少し良くなったと、うん、で4ヶ月経過した時点ではですね体が揺れる感じがなくなってきたということと、はい、耳鳴りが心持ち少し小さくなったみたいだと、うん、で7ヶ月経過した時点ではめまいで悩むことが少なくなってきました。で10ヶ月経過した時点ではですね耳鳴りも以前に比べると、まあ、ずっと良くなったのでイライラしないと、うん、でまた夜もしっかり眠れる吐き気もしないというのが10ヶ月後のコメントなんですね、はい、で15ヶ月経った時点なんですが以前のようなめまい耳鳴り吐き気で悩むことはまずなくなってきましたという方の症例です。そうですか、はいね、やはりこう耳鳴りってその症状からさらにこうイライラ感が出たり、はい、不眠につながったりね、はい、こう他の症状がまた出てくるということですよね、はい、そうですね、これが、ね、落ち着いてきたということですので、はい、はい、効果が、ね、現れたということでした。はい、ありがとうございます、はい、今日は自律神経失調症についてお話ししていただきました、はい、ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。あ、先生すみません、インフルエンザの話まで行けずに。いいえ、はい、それは全然大丈夫です。ありがとうございます、はい、肩こりが楽になっただけって最初おっしゃったけど、いや肩こりが楽になるってことがすでにすごいって思ったんですけど、ね、でもこの人にとっては、うん、あ、この人か、この人にとっては、ね、この人にとってはもうとりあえずもっとこっちの方が、うん、そうなんですね。そうかそうか、はい、